長様でした。6時33分発新越線各駅停車の高崎行きでございます。横川、西松井田、松井田、磯部、安中、群馬屋田、北高崎終点、高崎の順に停車してまいります。途中横川到着6時57分です。補助機関車の切り離し作業のためにおよそ3分ほど停車いたします。磯部到着は7時12分、安中7時19分、終点高崎7時32分、終点高崎到着は7時32分です。担当は高崎車掌区新井でございます。今日も JR 東日本鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。7両運転で終点高崎まで参ります。毎度ご乗車ありがとうございます。次は横川でございます。
横川に到着でございます。お出口左側でございます。落とし物忘れ物なさいませんようご注意ください。補助機関車の切り離し作業のためにおよそ3分ほど停車いたします。横川でございます。